サニー・デイリアル・エステート2010サニー・デイリアル・エステートはアメリカ・シアトル出身のエモバンド1992年に結成されその後幾度かの活動停止再開を繰り返している1994年にサブポップより発表したダイアリーはエモの金字塔として大きな評価を受けたこれはサブポップからリリースされたアルバムの中で7番目のセールスを 記録した作品となった。また、ローリングストーン氏の選定する、最も偉大な絵もアルバム40のうちの1枚にも選ばれている。ミネラルやゲットアップキッズと並び、1990年代の絵も、ポストハードコアシーンを代表するバンドである。ベーシストのネイト・メンデルは、デーブ・グロールが、フロントマンを務めるフーファイターズで活動中であり、ドラマーのウィリアム・ゴールド・スミスも参加歴がある。 エモをはじめとして、インディーロック、オルタナティブロック、ポスト、ハードコア、ポストパンク、ポストグランジなどに分類されることがあるほか、グランジの要素も持ち合わせているとされる。彼らが影響を受けたバンドとして、ニルバーナ、スマッシングパンプキンズ、フガジ、ザネーション・オブ・ユリシーズ、ザ・サイケ・デリック・ファーズ、イエス、ブラック・サバス、ディープ・パープル、ダイナソー・ジュニア、エンブレイス、 キングクリムゾン、レッドツェッペリン、ピンクフロイド、ライツオブスプリング、スクリーミングトリーズ、トーキングヘッツ、ザ・フレーミング・リップス、U2 などを挙げている。また、サニー・デイリアル・エステートからの影響を公言している、バンドに、ベントン・フォールズ、ブレード、ブライト・アイズ、サーカ・サバイブ、ジミー・イート・ワールド、ミネラル、セーブズ・ザ・デー、ゲット・アップ・キッズ、ザ・ムービー・ライフ、ザ・プロミス・リング、 The world is a beautiful place and I, a m no longer afraid to die, this beautiful mess, ベンデッタレットラがいる。ありがとうございます。